25試合で20得点、18長打、5盗塁を記録。ナショナルズ・ドジャース。日時間25日ワシントン DC ドジャースの大谷翔平投手は24日、日時間25日、敵地で行われたナショナルズ戦に2番指名打者で先発出場した。試合前時点で25試合に出場して打率.364はリーグトップ。好調の打撃はレジェンドの領域に到達している。米のデータやニュースを提供するオプタスタッツは25試合で20得点、18長打、5盗塁を記録。大谷が記録するより前に1球団に所属してから最初の25試合でこれらすべての数字に到達した最後の選手は1993年にジャイアンツでプレーしたバリー・ボンズだと伝えた。最多の通算762塁打を誇るボンズを思い起こさせるほどの躍動。ファンも手術を受けリハビリをしている最中にこの活躍をしている。尋常じゃないぞ、ボンズの名前と並ぶ日が来た、これからはずっとそうなるなどと反応した。フルカウント編集部。